小学生の頃、友人に舞ちゃんという子がいた。舞ちゃんの両親、特に母親は宗教にはまっていて、よくわからないがいろいろやっていたようだった。家に遊びに行くと、絵を描くのが得意だった私に半紙を渡して、赤い墨で鶏の絵とか、派手なこけしのような人形の写真を渡されて、その絵を描いてと言われたりした。気持ち悪かったのが、ネズミ捕りにかかっていた白ネズミが可愛かったので、出して触ってみたいと言ったら、舞ちゃんの母に止められて、いきなり、生理来てるの?と聞かれた。馬鹿正直に、まだですと言ったら、そう?ならいいけど、でも念のため触らないで。それ血を使わなきゃいけないから。と、子供心にやばい人だと感じた。舞ちゃんと舞ちゃんの母に連れられて、宗教団体みたいなところへ連れて行かれたことがあった。錆びれた四階建てのアパートで、ベランダの鉄格子が錆びついて、赤茶に変色していたのが印象に残っている。同じく赤茶けた鉄のドアを開けて中に入ると、2DK ぐらいの普通の家っぽかった。中では大人が10人ぐらい、なぜか壁に向かって拝んでいたので、部屋はとても狭苦しかった。なんだか異様な雰囲気で帰りたかったけれど、車で来ているため一人では帰れない。隣の舞ちゃんを見ると、彼女は慣れているようで、ずかずかと中央のちゃぶ台の前に座って出された麦茶を飲んでいたので、私もそれに習うことにした。脇では、舞ちゃんの母と知らない男性が楽しそうに喋っていて、周りはおばさんやお兄さんが壁に向かって無言で祈っている。入り口側とベランダ側を覗いた両側の壁に向かって正座をしていた。壁には、きなりに朱色で何か模様と読めない字が書かれたタペストリーが貼ってあって、鶏とネズミと蛇がいたような気がする。それを見て、ああ、この間書かされたのはこれか、と思った。Mちゃんのお母さんも祈り出したが、Mちゃんは、置かれた漫画本を読んでいて、私は退屈になった。何の気なしに部屋を見渡すと、至るところに子供がいるのに気がついた。自分も子供だが、もっと小さい子。3歳ぐらいから5、6歳ぐらい。全部で何人いたかは覚えてないけど、台所の椅子の下と天井の隅に二人。あとはテレビ台の中にいた。性別はよくわからないのもいたし、女の子っぽいのもいた。特に怖かった記憶はないけど、居心地の悪さを感じて、漫画を読んでいる舞ちゃんに、あの子たち何?と聞くと、ああ、見えるんだ。と、そっけなく言われた。異様な情景だったが、宗教だからか、と変に納得して、あの子たちが神様?と聞いたら、舞ちゃんは、違うよ。なんでいるのかわかんない。今日は多いね。と言って、詳しくは教えてくれなかった。2時間ぐらいして、やっと帰ることになった。
靴を履きながら振り返ると、台所と居間の間のガラス戸にびっしりと子供の顔が張り付いている。ガラス戸は木の格子がはまっていて、障子みたいな感じで、その一つ一つに顔が一つか二つ覗いていた。海岸の岩の藤壺みたいだった。ここへ来て初めてゾッとした。その後、そのアパートについていくことはなかったし、舞ちゃんに聞いても、わかんないけど、いつもそうだよ、と言うだけ。舞ちゃんは引っ越して、小学校を変わってしまったけど、車でなら行ける距離だったので、たまに泊まりに行ったり、近所の高校に通ったので、社会人になるまでポツポツ交流していた。いかがわしい宗教団体でも、何らかの不思議な力はあるのかなぁと思った。記憶も曖昧、消化不良で申し訳ないけど、夏になるとなんとなく思い出す出来事です。僕の家には家宝と呼ばれるお宝が三つある。それが他人にとって価値あるものなのかはわからない。一つは家系図。約400年前まで遡る家系図は巻物数十巻に及び、もったいぶった霧の箱に収められている。もう一つは刀。かなり昔にご先祖さんが武勲を立てた折に殿様からもらったものだとか。そして最後に鏡。鏡といっても大昔の銅を磨いた骨董品。日本史とかの教科書に載っているようなやつ。あれの手のひらに乗るぐらいのサイズ。これもまた大層な霧の箱に入っている。これら三つのお宝には扱い方が決められていた。一、家系図はその代の本家の家長しか箱から出してはならない。二、刀は売るとかなりの値段で売れるが売ってはならない。家長が月一で手入れをすること。三、鏡は仏壇に安置して、毎日その無事を確認すること。決して本家の敷地より外へ持ち出さないこと。家長といえども箱から出してはならない。と、大体こんな感じ。これからお話しするのは、この中の鏡に関して。本当なら結構怖いと思った。その銅鏡は不思議な形をしていた。六角形の台座に丸い鏡の部分が重なっている。鏡というから覗いてみても、錆だか細かい傷だかで、ほとんど、物を映す力は失われているようだった。しかし厚さが2センチぐらいの割に重くて、霊言新たかな感じはしたものだった。小学生の頃、友人たちと珍しいもの自慢大会があって、放課後各自お宝を公園に持ち寄ったことがある。みんなはおもちゃのようなものを持ってきたが、
僕は九段の鏡を持って行った。触るなとは言われていたが、お構いなしだった。結果は一番宝物らしいということで、僕の優勝。鼻高々で家路に着いた。そして家で待っていたのは、お察しの通り、親父の大目玉。何か変わったことはなかったかしつこく聞かれて、散々叱られて、二度と触らないと約束させられた。自分としては壊したわけでもないのに納得いかなかったが、一応謝り決着、許してもらった。それ以降は特別に興味があるでもなく、触ることはなかった。そして去年、僕が20歳の誕生日を迎える頃、親父から呼び出された。大学に入り、親元から離れた場所で暮らしていた僕は、何事かと思いながら実家に帰った。親父は仏壇のある部屋に僕を座らせ、話を始めた。内容を要約すると、我が家に伝わる家宝の由来、取り扱い方。うちの家系は代々陰陽道に関係し、主に呪物の管理に当たってきたこと。現在はほとんどの呪物は博物館などへ寄贈し、残っていないこと。ここまで話して、親父は一息ついた。こんなつまらない話をするために呼んだのか、とうんざりしていたが、ようやく終わりか、とほっとしかけたところで、さて、ここからが大事なんだが、と話が再開した。眠かったけど、いつになく親父が真剣で聞かざるを得ない。親父は仏壇に安置してある鏡の入った箱をテーブルに置いて話し始めた。それはとても信じられない現実離れした内容だった。この鏡をなぜ持ち出してはならないのか。理由は過去3回持ち出され、持ち出した人間が3人とも悲惨な最後を遂げているから。なぜ箱から出してはならないのか。それはこの鏡が人の死を映す鏡だから。最近までは鏡についての禁忌は迷信と考えられていたが、23年前の出来事により、固く守らねばならなくなった。23年前、それは僕の叔母であり、親父の姉が亡くなった年だった。事故死だったのは聞いていたが、詳しくは教えられていなかった。何でもあの鏡は、この土地から離れたところに持って行こうとすると、持ち出したものに対して害を与えるらしい。過去にこの鏡を持ち出そうとした三人は、その害を受けて亡くなったと伝えられている。最初は戦国時代、石田三成の配下によって持ち出されている。しかし、関ヶ原の合戦後に、三成の死後、戻ってきている。二人目は、第二次世界大戦中、国家総動員法に基づく金属回収の際、憲兵が無理やり鏡を回収しようとして、祖父の目の前で、アメリカの機銃掃射に遭い、亡くなった。そして三人目が
実は僕のおばだった。この鏡はおばの遺品でもあった。おばが存命の頃は鏡の呪いめいた話も迷信として気にかけることもなく、たまに訪問するお客にも気軽に見せていたそうだ。何も映らない珍しい骨董品の鏡として。お盆に大阪から遊びに来ていたおばが帰り際に三つの家宝にお辞儀をして鏡を手に取った時、自分の顔が映ってしまったらしい。その時、おばは真っ青になり、洗面所の鏡と同鏡を何度も見比べていたそうだ。そして言った。家宝に映る私の顔が真っ黒なの。親父は怖がるおばを気のせいだとなだめた。しかし、よっぽど恐ろしいものを見たらしく、おばのパニックは収まらない。京都にある自分が檀家となっているお寺に鏡を持って行き、お祓いをしてもらうと言い出した。まあ、掟を破ることにはなるが、それでおばの気が済むならと、親父は同郷を貸し出すことに同意した。しかし、親父は同意したことを今でも後悔しているという。それはこのことにより、過去最大の呪いをこの同郷が発揮したかもしれないからだ。おばは、あの鏡と一緒に、1985年8月12日18時4分、羽田発伊丹行きの飛行機で飛び立った。これは確か俺が小4の頃からの話。小学4年のある時、両親が離婚することになった。離婚した理由は今も知らないんだけど、その時の母親は、お父さんはお母さんを人間扱いしてくれないの、と言っていた。離婚の日に至るまで何度も何度も聞いたセリフである。なぜかというと、これは夫婦喧嘩のたび、母親が必ず口にする言葉だったからだ。当時、家族は俺、兄、妹、父、母、祖母、祖父の計6人だった。現在は母親のみが実家に帰る形になったため、5人家族だ。当時、俺たち子供はワンワン泣いていたが、母親の意志は固くて、結局正式に離婚することになった。で、俺たちは養われている身だから、どちらかの親にくっつく形を取らなくてはいけないわけだ。子供である俺たちの出した答えは、どちらかなんて言えない、両方と痛い、の一点張り。まあ当然だと思う。両親や祖母が、そういうわけにはいかないと言ってきて、俺たちは散々泣きながら悩んだ。少し間が空いて、親がなぜか俺に、どっちがいいの?と聞いてきたので、俺は、お父さん、という言葉を重く口に出した。
この時、なぜお父さんと答えたかは正直わからなかった。だけど今ではそれで正解だったと思っている。兄弟と離れたくないという考えからか、兄と妹が俺の後に続くようにお父さんと答えてきた。すると母親は、わかった。じゃあ私は今から出ていくからね。と言って、荷物を持って足早に家を出て行った。その後、父親は無言で寝室に入っていき、祖母は泣きながら、辛い思いさせてごめんね、と言っていた。それから泣き疲れたのか覚えてはいないが、その日は自分たちでも気づかないうちに眠ってしまっていた。両親が離婚してから3年が経った。それは妹が小学生になる頃だった。妹の小学校の入学式、夢にも思わなかった事件が起きたんだ。入学式が行われている静かな体育館の扉が突如ガラガラガラと大きな音を立てて開いた。さとみ、見つけた！妹の名前を大きな声で叫んで、体育館内に走り込んでくる女性がいた。父親、祖母、妹、そして周りの人間が一斉に振り返る。その女性は母親だった。家族はみんな一瞬何が起きたのかわからなかったらしく、かなり驚いたそうだ。男性職員が母を取り押さえて沈める。だが母はそれを振り切り、大声で、私は、里美の母親です！と叫んだそうだ。そしてすぐさま、家族が母親に近づき、里美がかわいそうだから叫ばないで、と母親をなだめた。だが母親はそれでもなお、里美、いるんでしょう！返事しなさい！と、ただただ叫んでいたらしい。そして妹が大声で泣き出したので、近くにいた教職員が、妹を生徒指導室へ連れて行ってくれたそうだ。他の職員がとりあえず母親を押さえている最中、危険を感じた家族は警察へと通報した。その時の母親はとにかく怖かったそうだ。とりあえずそこで事なきを得て、母親は警察とパトカー内で事情聴取。家族は生徒指導室で妹と一緒にいた。妹は泣き止まなかったようなので、妹を外す形で入学式は再開されたとのこと。ちなみにその時、俺や兄は普通に中学と高校で授業中だった。それからの母親の行動は異常だった。俺や兄の学校にも足を踏み入れては叫ぶ。その度警察にお世話になる羽目になっていました。一年のうちにこんなことが数回はあった。その事件以来、妹の視力が
極端に低下した。カウンセラーに数回通わせたが、どうもこれが原因らしい。というのは、それまでの母親の良いイメージが突如崩壊したため、精神に傷を負ってしまったからだそうだ。現在は学校生活が楽しいらしく、順調に視力は回復してきています。本当に良かったです。さて、そんな母親の異常な行動が数年間にわたったある日、事件がさらに起きました。これは俺の中学の卒業式のことです。多分今年も母親は来るだろうなと心の中で予想していました。そしてその予想はやはり当たっていた。卒業式の当日、母親はやってきました。ただし、今までと違っていたことが一つあった。今までは体育館の中に押しかけてきていたので、すぐに人が駆けつけたから、俺たちは無事で済んだ。だけど今回は、そういうわけにはいかなかった。本当にやばかった。すでに想像している人もいると思うけど、母親は俺が一人の時を狙ってきたんだ。卒業式が終わって、それから俺は友達と写真を撮ったりしていた。一通り写真を撮り終えたので、俺は帰る支度をしていたんだ。今日は来なかったな。ああ、よかった。と考えながら身支度を整えていたが、急にトイレに行きたくなってしまった。さっさとトイレを済ませて手を洗っていたんだが、後ろからポンポンと肩を誰かに叩かれた。振り向くと、そこにいたのは母親だった。どこかで見張っていたのか。母親が急に現れたというのも怖かったけど、一番怖かったのはその表情。まさに無表情だった。視線を一直線に捉えていて、真一文字に閉じた口。人間ってのは本当に怖い時は声が出なくなる。空気を飲んだ感じというのかな。なぜだかわからないけど死ぬかと思った。本当に。母親が何か紙のようなものを渡してきた。この場でこれを見なさい。お父さんにこの内容をちゃんと聞きなさい。もう怖くて怖くてしょうがなくて、俺は目線を下にやったんだ。目を合わせることすら怖くて、とにかくうつむいていた。すると突然母親が、おい、ちゃんと親の目を見なさいよ。その大声が狭い男子トイレ内で反響して耳に響いた。逃げようと思ったけど足がすくんで動けなかったので母親の顔に目を向けた。そして言われた通り紙を開いてみるとぎっしりと文章が書いてあった。それがもうとにかくひどい内容だった。覚えている文章は、あなたの家のクソ親父と鬼ババアは人ではありません。
裁判で訴えます。親権と私の子供を返しなさい。もし返さない場合、慰謝料として1億円請求させてもらう。と言った感じに、そこには子供じみた文章がずらずらと書かれていた気がする。ちなみに今でも裁判が続いている。小学校時代だから、もう十数年ぐらい前の話。夏休み、俺は友人のたーちゃんと学校の裏山で秘密基地を作って遊んでいた。裏山といっても山っぽくはなくて、松林が延々と広がっている感じ。松林に入って5分ぐらいのところに、松の枝とか太い枯れ木とかを組み合わせて作った秘密基地で、何をするでもなく日々は潰れていた。実際何をしていたかはあまり覚えてない。夏休みもぼちぼち終盤に向かい、じいじいうるさいセミからつくつく胞子と日暮らしに変わり出した頃だったと思う。俺はクーラーの効いた部屋で宿題の山に愛想つかして、提出延期と踏み倒しの算段を練っていた。そこへたーちゃんから電話があった。松林の奥まで行ってみんか?というお誘いだった。二つ返事でたーちゃん家へチャリをこいだ。たーちゃん家は俺ん家と学校の間にある。たーちゃんと合流して学校まで10分。いつものように自転車を校庭に止めて、裏の松林へと入っていった。松林は夏場にもかかわらず、うっそうとしてひんやりしている。ということはなく、やっぱりカラッと暑かった。地面は砂で歩きにくい。スニーカーを履いてきたたーちゃんは、暑いとうなだれていたが、サンダルの俺は熱い砂がじゃりじゃり入ってくるのが不快だった。5分ほど歩くと俺たちの基地があった。こないだの台風で小枝の部分が崩れてしまい、太い柱ぐらいしか残っていなかった。補修せんといかんねえ、と、たーちゃんが柱を軽く小突きながら言った。もう夏休みも終わるからいいよ。他のやつにもバレてきてるしね。と、俺は先を急ぎながら言った。正直、クラスの別のやつにもこの基地がバレつつあり、秘密度が落ちてきたことから、俺はここを見限るつもりでいた。基地から先の松林にはあまり行ったことがなかった。獣道すらないようなところだったし、それ以上行ったら迷いそうな気がしていたからだ。しかし、今日は行く。それが今日の目的だ。たーちゃんと俺は基地の残骸の枝を振り回しながら
邪魔な枝や草を払って奥へと進んでいった。相変わらず松林はカラッとしている。少なくともうちのとこは松林は鬱蒼とした感じにはならない上、時間にして昼の一時頃だったので、怖いという感覚はなかった。帰り方も帰り見ず、ガンガン進む俺たち。しかし、思わぬところで、俺たちの歩みにブレーキがかかった。喉が渇いたのだ。当時は、ペットボトルという気の利いた容器すらいまいち浸透していなかった。プルタブが取れる時代である。急いでスタートを切ってしまい、失敗することは未だにあるが、このミスはその走りであったように思う。喉が渇いた胸をターちゃんに伝えると、ターちゃんも同様であった。帰るか、と思ったその時、目に入ったものがある。パン屋のトラックの荷台、コンテナである。これ自体は田舎では別に驚くようなものではない。払い下げのコンテナを農家のおっちゃんが倉庫用として使用していることはよくある。ただそれがこの松林の奥にあるということが意外だった。コンテナの中を開けるとそこにはということはなかった。開ける勇気もなくそこを去ってしまったからである。コンテナに描かれたパン屋のキャラクターが赤錆びていて不気味で、急に心細くなってしまったのだ。来る時よりも早足で、俺たちは来た道を戻った。戻ったつもりだったが、来る時に斜めに進んだのがいけなかったのかもしれない。見事に迷った。基地を作った当初に、俺が書いた地図を慌てて取り出すが、今日来た道は初めての道。何の役にも立たなかった。立ち止まって二人で考え込んでいると、そこに、何しとんじゃこりゃただでさえ焦りを感じ出した俺たちの心臓を握りつぶさんばかりの怒号。スニーカーを履いたターちゃんはダッシュで逃げた。サンダルの俺はもつれてこけた。ターちゃんの T シャツの背中が軽やかにひらめくのをやたら鮮明に覚えている。俺はすべてが終わるのを感じて悲鳴を上げた。何してんじゃ!おっさんも吠えている。俺に近づくおっさんの手には鎌が握られていた。ああ、すいませんでした。なんだかよくわからないまま謝罪する俺。おい、何しちょった?おっさんに言われて。何もしてません。もう帰りたいです。俺が答える。二往復ぐらいこのやりとりをやったところで、ようやく事態が落ち着いてきた。おっさんはどうやら松林の奥で何か農作業をしているとのこと。ちょこちょこ聞き取れない上、目つきも言動も風貌も怖かったし、まあこんなところにいる時点で普通の人とは思えなかった。学校に帰りたいです。
迷ったんか、バカタレが。おっさんは、俺をののしりながら、手に持っていた釜で、ある方向を指した。あっちにまっすぐや。俺は正直ビビった。あっち、というのは、明らかに、俺たちが今通ってきた方向だった。少なくとも、学校側であるはずはない。どちらかというと、松林の奥側の方だ。え、と思ったが、おっさんは、あっちや、と静かに言った。ようやく、ターちゃんが戻ってきた。おっさんは、お前も迷ったか。あっちや、あっち行ってみろ。と続ける。ターちゃんは、さっきは逃げたくせに、すんませんでした。ありがとうございました。と、やたら覇気のある声でお礼を言って、俺の腕を掴んで、おっさんの行った方へと歩き出した。え？こっちはさっき来た道だよ？と、俺は反論したが、ターちゃんは黙って俺を引っ張っていく。歩きだが、やたら早足だ。と、おっさんが視界から見えなくなった瞬間、ターちゃんが直角に曲がって猛然とダッシュした。ターちゃんは倒木を飛び越え、小枝で怪我をするのも構わず、がむしゃらに走ってゆく。帰る云々ではなく、ただひたすらあの場から離れたいという感じだった。サンダルの俺は、ターちゃんについていくのがやっとだった。大きな倒木を飛び越えた先で、ターちゃんは倒木を背にへばりついた。俺も少し遅れてへばりついた。あれ、やばい。やばい。おかしい。見える。見てみろ。と、ターちゃんが倒木越しに今来た道を指さした。密集した細い枝と倒木の隙間から見てみると、おっさんが俺たちが行ったであろう道を走っていくのが見えた。やばい、やばい、やばい、なんか知らんけど。ターちゃんは嘆きつつもしばらく様子を見てから、おっさんと反対の方向に走り出した。俺もベソをかきながら、後ろに注意しながらターちゃんについていった。おっさんとは反対側へめちゃめちゃに走っていると、ようやく車のわだちがあるところまでたどり着いた。よかった。と泣きそうな俺を、バカタレ、あのおっさん、いつどっちから来るかわからんぞ。とターちゃんが一喝した。俺は泣いた。わだちを、こっちかな、と思う方に二人して走っていると、正面から軽トラが来るのがかすかに見えた。まさか、例のおっさんか？と思って、道路脇の茂みに隠れて軽トラを待った。軽トラは、全然別のおっちゃんが運転していた。安心感から、ついに俺だけではなく、ターちゃんまで泣き出してしまった。軽トラのおっちゃんは、突如現れた号泣小学生二人に狼狽した様子だったが、迷子とだけは分かったのか、外まで送ってくが、と、心よく俺たちを荷台に乗せてくれた。
さすがに車は早く楽ちんで松林を抜けることができた。さっきのおっさんへの恐怖も忘れ、軽トラの荷台で受ける風を楽しみながらはしゃいでいる俺たち。調子に乗って暴れていると、何しとんじゃこりゃ！軽トラの運転席から怒号が聞こえてきた。俺は泣いた。会社のケイコさんという同僚から聞いたお話で、彼女が実際体験した話です。ケイコさんは先月末、妹さんと二人で箱根の温泉旅館に行ったそうです。その旅館は古くて由緒ある旅館。文豪が定宿にしていたような旅館といえば雰囲気は分かってもらえるでしょうか。二人は温泉も気に入り、お食事も美味しくいただいた後、部屋でくつろいでいました。しばらくして会館へ行ってお土産でも見て近くを散歩でもしようということになり、二人は揃ってロビーのある一階へ降りました。途中で何人もの仲居さんたちとすれ違いました。ビール瓶のケースやスリッパがたくさん並んだ広間があり、閉じられた襖の向こうから賑やかな声が聞こえてきます。宴会だね。そうだね。取り留めもない会話をしつつ、二人はロビーのある一階へ到着。ロビーといっても、従業員が常時いるようなホテルとは違って、ひっそりしていました。二人はそこでお土産や、宿の歴史の書かれたパンフレットを見たりして、その後はお庭を散歩して、夕食後のひとときを過ごしました。そして数十分経った頃、肌寒くなったので部屋へ戻ろうということになりました。二人は会場の自分たちの部屋へ向かいます。ところが、自分たちの部屋が見つからないのです。さほど大きな旅館でもなく、大して複雑な作りでもないにもかかわらず、なぜか部屋にたどり着けない。この歳で迷子になるなんてね。中井さんか誰かに尋ねようと、キョロキョロあたりを見回す二人。その時、妹さんが言いました。お姉ちゃん、なんか変じゃない？そう言われて、恵子さんも気づきました。あたりが嫌に静かなのです。宴会が催されていたはずなのに、廊下には中井さんの姿はありません。かの広間の前には、スリッパやビールケースこそ並んでいるものの、宴会の声は全く聞こえない。あたり一体、人の気配がないのです。いぶかしく思いながらも、二人は廊下や階段を行きつ戻りつ、自分たちの部屋を探しました。ねえ、こんなとこに廊下あったっけ？ドアの作りが
私たちの部屋がある階とは違うよね。ここをさっきも通らなかった？そういえば、踊り場に飾ってあった花や絵画もどこか記憶と違う。若冲のような絵だったものが竹久夢二の美人画に変わっている。別の場所で見たものをここで見たと勘違いしているだけだろうか。最初こそ迷子気分を楽しんでいた二人でしたが、だんだん怖くなり始めました。降りた階段とは別の階段を登ったり、その逆をしてみたりを繰り返していると、予想とは違う様子の廊下に出てしまうこともありました。動けば動くほど、ここがどこだかわからなくなる。ねえ、さっき踊り場こんなに狭かった？そして、いよいよパニック寸前。というところで、その人は突然現れました。どうかなさいました？振り返った二人の目の前には、ナス色の短髪を羽織った初老の女性が立っていました。不思議そうにそう尋ねた女性に、二人は安堵の面持ちで言いました。私たち、自分の部屋がわからなくなっちゃって。しかし、それを聞いた女性は、さもおかしそうにカラカラ笑うだけで、そのまま行ってしまったんだそうです。がっかりした二人が自分たちの部屋を見つけたのは、再び自分たちの部屋を探そうとした直後のこと。部屋に戻って安堵のため息をつきながら、先ほどの女性の不親切を愚痴る恵子さんに、妹さんは言ったそうです。あのおばさんが戻してくれたんだよ。どういうこと？おばさんが去っていくとき、なんか空気が変わった感じがした。ぼにょーんって歪んだみたいな。え？あの人、そういう係なんだと思う。ちなみに、恵子さんの妹さんは、幽霊を見るような霊感はないそうですが、ただ、非常に感受性が強く、普段からとても勘の鋭い人だそうです。結局、怖い思いをした旅館に2泊もしたくないということで、翌日の宿泊はキャンセルすることになりました。何か不手際があったでしょうか？と尋ねてくる従業員に、なんかちょっと怖くて、とだけ言うと、その従業員は、それだけで合点がいったという面持ちで、わかりました。と答えたそうです。地元のタクシーの運転手さんの話によると、その旅館のある一帯の地域では、以前から同様のことが起きるそうです。雑木林の中や、宿泊施設の裏の遊歩道など、屋外でも起こるらしく、そういう時は必ず人の気配がなくなるのだそうです。そして迷った人々が元来たところへ帰還する直前には、いつも朗らかな
初老の女性と出会うのだとか。怖いことはないんですよ。一時迷っちゃうだけで。磁場って言うんですかね。それが狂うのが関係してるっていう人もいます。ただ、それとあのおばさんとがどんな関係かはわかりませんけど。恵子さんから聞いた話は以上です。箱根近辺で同じような不思議な体験をされた方はいらっしゃるのではないでしょうか。3年前の話。その頃、いろいろストレスがあって、自営業をしていたんだけど、店を畳んで、家で休養していた。暇だったので、ネットをいろいろ見ていたら、質問箱かなんかのサイトで、違和感があるテキストがあったので、とりあえず読んでみた。暗号をちょっとかじったことがあったから、その違和感に気づいて、それを解読したら、いくつかキーワードが上がってきた。タクシー、左後ろにへこみ、青いランプ、ようこそ。文にはなってなくて、このキーワードが上がってきた。あと一つか二つあった気がするんだけど、思い出せない。それを紙にメモして、嫁と子供が出かけるって言ってたから、駐車場まで見送りに行ったら、うちのマンションの前にタクシーが止まっていた。よく使うタクシー会社なので、特に気にすることもなく、嫁と子供と車に向かってたんだ。歩いていると、タクシーの左後方部が見えて、そこにへこみがあるのに気がついた。夜で暗かったが、間違いなくへこみがあった。ふと見ると、窓の部分が青い LDE か何かで照らされていた。よくある足元を照らすような光だ。ちょっと怖くなって、俺は出かける予定はなかったけど、一緒に車に乗り込んで事情を説明して、嫁と子供に、ちょっと待ってもらうように言った。いくら待っていても、その例のタクシーに人が乗り込む様子がなくて、20〜30分ずっと待機していた。気になって仕方なかったから、しびれを切らしてタクシーに向かって行ったら、ドアが開いて運転手が、ようこそ、と言ったんだ。もうどうしたらいいのかわからなくて、周りをキョロキョロしていたら、スーツ姿の男が数人、こっちを見ていた。普通の住宅街なので、普段この時間に人を見かけることは少ない。なんだかやばいと思って、俺が乗らなきゃ嫁と子供も危ないかも、とか変な危機感が出てきて、とりあえずタクシーに乗ったら無言で出発した。タクシーの中で
ラジオが流れていたんだけど、桃太郎の話をしていた。ただ、どこかストーリーが違くて、恐怖が増したのは覚えている。わけがわからないまま、10分ぐらい走ったのかな。そのラジオから、桃太郎が大泣きしている、と聞こえた。そしたら、子供の顔が頭に浮かんで、涙が出てきた。すると、それまで無言だった運転手が、戻りますか?と聞いてきたので、大きくうなずいた。結局、何事もなく家の前までたどり着いて、俺を降ろした後、タクシーはどこかに走り去っていった。駐車場を見ると、うちの車がなかったので慌てたけど、タクシーとすれ違っているうちの車が見えた。どうやら嫁と子供が俺を探しに行っていたらしい。心配だから出かけるのを中止して一緒にいてくれることになった。家に戻って解読したメモを見せると、嫁も顔を青くさせていた。ただの気候にしたくなかったので、確認のため、さっき俺が乗ったタクシーの会社に問い合わせてみた。すると、その時間にそちらには配車していないし、付近にうちのタクシーはいません。それに、へこみがあるようなタクシーは、すぐに修理に出すので、勘違いではありませんか?と言われて、思わず青ざめてしまった。結局、あのタクシーは、何だったんだろう。自分は工場で働いているのですが、先日、その工場で大きな事故があり、部下が巻き込まれました。詳しくは言えませんが、右腕の肩から先が切断され、右足もつながってはいるものの、回復は不可能ということで、切断を余儀なくされるほどの大きな事故でした。彼は意識不明で、救急車で病院に運び込まれた時はかなりやばい状態ということで、処置のおかげで一命は取り留めたものの、依然意識は戻りませんでした。自分は責任者なので、その日は彼に付き添って病院で夜を明かすことになりました。まだ面会謝絶、ということで、部屋の外で待機し、上層部との連絡に追われていた自分も、相当の疲労からか、いつしか部屋の外のベンチで寝てしまいました。夜中に人の声がして目が覚めました。時計は3時を指していたことを覚えています。その声は、昏睡状態の部下がいる部屋から聞こえる気がしたので、ドア越しに聞いてみると、なんと彼が起き上がってベッドに腰掛けているのです。そこですぐに部屋に入って言葉をかけようと思ったのですが、なんか様子が変なのです。彼はベッドに腰掛けたまま、誰もいない空間に向かってしきりに何か話してるんです。携帯電話かと思いましたが、そんなものは持ってませんでしたし、あるはずもありませんでした。内容が聞き取りにくかったので、
そっとドアを開けて聞くと、いよいよその異常な状況がはっきりとしてきました。はい。ええ、そうです。ここから先を引き裂けばいいわけですか？ええ。はい。だいぶ生えてきました。腕の上がまだ。足も2ヶ月で生えてくるんですか？ありがとうございます。このようなことを彼は身動き一つせず、部屋の上の方を見ながらずっと喋り続けていたのです。普通なら意識が戻ったと喜ぶところなのですが、そのあまりの異常な状況に逆に身動き一つできなくなってしまいました。そして次の瞬間。はい。はい。ええ。ちょっと待ってください。今、誰か見てる奴がいますが。と、彼は言ったのです。背筋が凍りました。まさか自分のことを言っているのか。普段なら私のことを奴だなんて絶対に言うはずがありません。しかも、それを言う間も彼は全く動かないのです。私は恐る恐る彼の名前を呼んでみました。すると突然彼が喋るのをやめ、沈黙が流れたかと思うと、いきなり、おい、と、そのままの向きで言ったのです。自分はその場から逃げていました。怖くて気がどうにかなりそうでしたが、とりあえず宿直の看護師のところへ行き、今までのことを全部話しました。しかし、当然受け合ってもらえず、とにかく意識が戻ったのなら病室に行こうということになりました。病室に戻ると、彼はベッドの中で寝ていました。看護師が一通りチェックした後、私に一言。意識戻ってませんよ。そんなバカな、さっきまで起きて喋っていたんだ。と言っても、全く信じてもらえません。現在、彼は意識も戻り、退院しています。しかし、あの夜喋っていたことは覚えてないということです。俺が大学一年の時の話。何もない田舎の大学に通う俺と大学の友人は夜釣りに行くことを趣味にしていた。大学は大きな漁港を持つ日本海側の地方都市に立地していて、釣りの場所には困らなかった。その晩はメバルを釣ろうと思い、友人のKと漁港に出かけた。そして、漁港の入り口付近のテトラポットの間を狙って釣りをしていた。夜の漁港はとても静かだ。朝が早い漁師は暗くなる前に漁港から姿を消してしまう。波がテトラポットにぶつかって砕ける音だけが規則的に聞こえてくる。釣りに集中し、ルアーの動きを追っていた俺は、隣から突然誰かに覗き込まれてかなり驚いた。小柄で痩せた老人が俺の横にいきなり現れたのだ。いや、もしかしたら
しばらく前からいたのかもしれない。俺が気づかなかっただけか。それにしても、この老人の態度は少し無礼だ。俺はそう思って無然としたが、老人は終始笑顔のままだった。漁港に設置された街灯の明かりが深い影を作り出しながら老人の顔を照らしている。沈黙の緊張に耐えかねた俺は、散歩ですか?と尋ねた。老人は答えない。しかし、笑顔のままだ。俺は少し不気味になってきた。もしかしてこのおじいさん、ボケてるのかな?なら、ほっとこ。今度は、老人を無視して、足元にルアーを落とし込んで釣りを続けた。しばらくすると、老人はどこかへ行ったようだった。一時間後、別の場所でスズキを釣っていたKと合流した。Kにこの話をすると、そういうのってさ、海の昔話だと話したらダメなんだよな。言葉を捕まえられて、魂取られて、海の底に引きずり込まれるってやつだよ。俺の田舎だと、海じじいっていう妖怪いたよ。と言う。少し怖くなったが、そんなものいるわけないのはわかっているので、そのまま、Kの隣で釣りを続けた。しばらくすると、今度は黒塗りの乗用車が俺たちに近づいてきた。この車はさっきのじいさんよりおかしかった。この時間に漁港に乗用車が来ることなんてまずない。あるとしたらヤンキーか走り屋くらいだろうが、俺とKに近づいてくる車はどう見てもその手の車には見えない。何よりその車は明らかに俺たちに向かって進んでくる。おい、やばくない?なんかまずいよな。俺とKはほぼ同じ不安を感じていたのだろう。二人とも急いでリールを巻き、地面に置いていた道具を手に持ち、車から遠ざかる方向へと歩き出した。車のスピードが少し上がったように感じた。それは錯覚ではなかった。次の瞬間、車はスーッと加速すると、俺とKめがけて突っ込んできた。15メートルほどあった距離は一気に縮まる。車にぶつかる寸前、Kは車を避けて右側へ飛んだ。俺は船を係留するロープに足を取られ、車より一瞬早く海に落ちていた。頭から海に落ちた俺はパニックになり、自分の横に車が落ちてきたことも気づかなかった。岸からKが、おい、大丈夫か?と叫んでくれたことで少しだけ落ち着き、自分の横で後部のボンネットだけが見えている車が浮かんでいるのを見た。その後、俺はKが投げてくれたロープで助けられ、警察を呼んだ。俺たちに突っ込んできた車は、次の日引き上げられ、車の中からは二人の遺体が見つかった。一人は釣りをしていた時、俺の顔を覗き込んできた老人だった。もう一人は、その老人の妻だった。しかし、この妻の死因は水死ではなかった。妻の遺体はかなり腐敗しており、
警察の話だと死後2ヶ月は経っているとのことだった。つまりあの老人は助手席に腐敗した妻の遺体を乗せてあの岸壁から海に飛び込んだのだ。俺と K を道連れにしようとして。なぜあの老人は俺と K を道連れにしようとしたのか、最初から飛び込むつもりで海に来たのか、何よりあの老人はなぜあんなことをする前に笑っていたのか。俺は今でも怖くなる。昔の話。近所にあったいわゆる解体屋が怪しげな商売を始めた。いわく人形供養いたします。神社仏閣に関わりなんてないくせに、適当な寺の名前を語って人形を引き受けて供養してもらうと客を募っていた。時代的にゴミの分別が言われ始めていた時期で、本職もあまり人形を引き受けたがらなくなった頃のこと。そこそこその解体屋は繁盛していたようだ。ヤードの隅には雨ざらしでネズミ色に変色した人形やぬいぐるみがこんもりと山を作っていて、かなり不気味な光景だった。供養するなんて言いつつ、結局は他の廃材と一緒に砕いて埋め立ててしまわれた人形は、おそらくトン単位だったと思う。そんな解体屋に異変が起きたのは、供養を始めてから1年ほど経った頃。最初に社長の孫が水死した。まだ幼い孫は解体やヤードに設置したビニールのベビープールの中で溺れていたそうだ。その後、解体屋の娘で亡くなった孫の母親にあたる人が精神的に不安定になり、人形の山に自ら埋まることがたびたびあった。それから席を切ったかのように、解体屋を取り巻く人の子供や若い人ばかりに不幸が多発した。解体屋からはどんどん人が辞めていき、わずかに残った社員は社長にお払いを受けるように必死に頼み込んだそうだ。実際、神主からお坊さんから怪しげな祈祷師まで解体屋に出入りしていた。それでも不幸は収まらなかった。でも不思議なことに、社長本人には一切危害はない。代わりに社長の周りにだけ。社員の子供から親戚、知り合い、どんどん範囲が広がってゆき、最終的に社長と専務が共に自ら命を絶つまで、不幸の連鎖は続いていたらしい。実際のところ、社長の死後、解体屋はなくなってしまったので、本当に不幸が収まっているかはわからない。でも、未だ回復していない社長の娘さんを見ていると、まだ続いているような気がする。
10年ほど前、少し危ないアルバイトをした時の話。当時は西新宿にあるグレーゾーンな仕事をしていて、そこに出入りしている人は、いわゆるあっち系の人だった。仲良くなってしばらくして、日給10万円で、場所は秘密だけど、タコ部屋があった場所の事務所の片付けをしてほしい、という話をされた。一応、すでに片付けたらしいのだが、片付けた下っ端がバカなので、ゴミとかに見られたらやばいのがあるかもしれない。だけどその片付けを自分はやりたくないので、素人を何人か連れてって掃除させるというのがお仕事の内容だった。金曜の夜に集合して、日曜日解散。バイト代は口止め料を含めて30万。そんな話のいいお小遣い稼ぎだった。待ち合わせ場所に行くと同僚が二人いて、ドライバー兼監視役の一人の計4人で出発だった。行きも途中で30分。無意味に止まったりして、俺たちに場所を推測されないようにといろいろやっていたみたいだ。起きていても後々怖いのでさっさと寝て、次の日目が覚めると山奥にいた。そして山の砂利道を車で進むとゴミの山があった。産業廃棄物の処理場。そんな感じの場所が山の中にあった。仕事自体は楽で、まとめられているゴミを回収したり、現地で燃やしたり、昼前には仕事は終わった。その頃には監視役とも仲良くなって、タコ部屋の掃除だということを聞いたり、この場所でいろいろ埋めるんだよ、などと怖い話をいろいろ聞いた。仕事が終わって昼食を食べ終わったが、帰る気配がない。話を聞くと場所がバレるとダメなので、暗くなって出発するまでは動けないらしい。夜までは自由時間だから好きにしてていいぞ、と言われても何もない山の中。当時の携帯は通信料がかかるので、携帯で時間を潰すなんてこともできない。仕方なく涼しいところを探そうと、周囲を探索した。暗くなる頃までに戻れば、どこへ行ってもいいが、民家は周りにないので行方不明になるな、とだけ言われた。山廃の山は匂いがひどくて、近くに行くと熱せられた金属のせいなのか暑いので、雑木林の中を散歩する。獣道を少し進むと、建物の跡と開けた場所があった。何十年という期間放置されていたであろう建物の跡を見ると、なんとなくお寺の跡かな、と感じた。その場所は涼しくて静かで、山廃の山の空気で気分が悪かった自分は、ようやく一息つけると、そこで休憩することにした。電波の入らない携帯をひとしきりいじった後、異変を感じた。うるさい。とてもうるさい。
野犬でもいるのだろうか。あたりからたくさんの気配と、という鳴き声のようなものが聞こえる。さすがに野犬はやばいな。襲われたらどうしよう。と考えていたら、同僚の一人がやってきた。彼は青い顔で開口一番こう言った。ここ、やばくない？と、泣き声はあたりにこだまして、さらに大きくなる。同僚に、野犬か熊かな、と話しかけると、こう言われた。お前、この声地面の下から聞こえてるのわかんない？そう言うと同僚は、落ちていた木の棒を使って地面を掘り始めた。どのぐらい時間が経ったかわからないが、俺は狂ったように地面を掘る同僚を見ているしかなかった。そして彼がブツブツと何かを喋っているのに気がついた。許さねえ。絶対許さねえ。同僚はそう言いながら地面を掘っている。そして1メートル以上は掘ったと思うんだけど、急に動きを止めた。顔は涙なのか汗なのかわからないが、ぐしゃぐしゃだった。手に持っていた木の棒を捨てて、今度は手で掘り始める。少しして何かを穴から持って出てきた。それは石でできた仏像か地蔵の頭のようなものだった。ただ表情がおかしい。穏やかな表情ではなく、憤怒の表情をした仏像らしきものの頭を持ち、許さねえ。絶対許さねえ。と、つぶやいている同僚。そして、石の頭を掘った穴から次々と掘り起こしていった。俺はそれを見ているしかなかった。というか、腰が抜けて動けなかった。全部で9個の頭を掘り出し積み上げた同僚は、そのまま山の中へ消えていった。俺の目の前には、この世のものとは思えない表情をした仏像の頭がある。そして気づいた。泣き声を出しているのは、この首だと。ふと気がつくと、日が傾きかけている。動け、動け、と自分の足に念じて立ち上がり、走り出した。泣き声が聞こえなくなった頃、残骸の匂いがしてきた。人間の業の匂いだが、安心して涙が出てきた。止めてあった車に飛び乗って震えていると、監視役と同僚の二人がやってきた。お前6時間もどこ行ってたんだ？俺は穴を掘っていた同僚の話をするが、三人ともずっとここにいたのだという。幻覚だったのか、夢だったのかはわからない。場所もわからない山奥の山廃場の近く。今もあの頭たちはあの場所にあるんだろうか。と、少し物語風になってしまったが、これが
10年前に体験した話。バイト代はなんだかんだ言いながらご飯をおごってもらっただけで、結局お金はもらえなかった。その話を上司にすると1万円をくれて、これで終わりにした方がいいよと言われた。帰りついてあちらさんの事務所で報告したとき、金は口約束をしたやつからもらえと言われた。もらえるもんならもらえばいいという言い方だったので、まあ無理なんだよね。俺たちはあの場所はわからないし、山のゴミ掃除をしただけだから、何の証拠も犯罪性もないから何もできないと分かっていたんだろう。俺たちの仕事はそこから回ってくるし、向こうは俺たちを準構成員としか思っていなかったんじゃないかな、と今は思う。仕事中に電話が来て、新宿中パシリに使われて走り回るとか、そういうのも普通だったし、大雨の中傘を届けろって言われて行ったのに、3時間もホテルの前で待たされて、挙句タクシーを捕まえて来いと言われたり、よくわかんない。20歳ぐらいのヤンキーではないが、ヤクザな仕事もまともな仕事もできないバカな集団だったので、いろいろ扱いやすかったんだと思う。ちなみに、例の仕事の募集は普通の求人誌に載っていた。僕の家は母子家庭で、母親が仕事から帰ってくるのはいつも深夜だった。その間、僕は受験勉強をしたりして過ごしている。深夜0時頃になると、母親は仕事が終わり、僕の携帯に電話をしてくる。今から帰るけど、なんかコンビニで買ってくる？そんな内容。その日は別にないよと言って電話を切った。だけど数分後、生活用品が切れていたのを思い出し、着信履歴からかけ直した。3、4コールしても母親は出ず、運転中か、しょうがないな、と思って諦めようとしたその時、通話モードになった。あ、もしもしお母さん？おい、聞こえてる？車の走る音や運転をしているような環境音は一切なし。鼻息の音だけが受話器の向こうから聞こえてくる。別に恐ろしくはないが、なんだか不可思議な現象に困惑して僕は電話を切った。間違ってかけてしまったのか。いや、履歴から電話したし、発信履歴も母になっている。じゃあ、母が何かの拍子で通話ボタンを押したのだろうか。鼻息が聞こえるほどの口元で。それに、通話中なら走行音とか雑音もするだろうし。回線の混線か？パソコンのスピーカーから稀にトラックの無線が聞こえることがあるように、電話回線でもそんなことあるのか？と、
当時の僕が出した答えは、腑に落ちないながらも、懇親切だった。一応答えが出たことで冷静になり、もう一度、今度は履歴からではなく、母の番号をプッシュして電話してみる。出ない。やっぱり運転中なのか。諦めて机に向かって参考書に目を落としたとき、ふともう一つの可能性を思いつき、心配性の僕の胸の鼓動が速くなった。もしかして、事故に遭ったのでは？なんとか通話ボタンは押せても喋れないとか。そんな状況ならどうしよう。母の帰宅ルートは山のふもとを通る。人目にはつかない。僕は混乱していた。警察か救急車か、それとも原付で探しに行くか。心配性な上、混乱もしていて、頭と胃がキリキリと痛くなってきた。そうこうしていると、母親の車の音が外から聞こえてきた。なんだ、よかった。そりゃそうだよな。思わずほっとした。車が車庫に入る音。ドアが開いて閉まる音。バタン、バタン。と、2回鳴った。僕はちょっと不思議に思った。母が車から降りる時のドアの音は1回のはず。今日は買い物もしてないはずだし、荷物もないはず。不思議になりながらも、とにかく安心していた僕は、玄関まで母を迎えに行った。ただいま。帰ってきた母の荷物はいつもと同じバッグが一つだけ。ん、おかえり。反抗期らしく僕は不愛想に返した。今に行ってさっき電話したことを告げると、運転中で気がつかなかったと返され、あの不思議な電話のことを話そうとしたら、母が先に話し出した。どうやら帰る途中で怖い体験をしたようだ。帰る途中にあるあの川知ってるでしょ？ほら、こないだ4人が殺された事件のやつ。帰りにあの川沿いを通ってたの。それでちょうど遺体が上がったあたりに差し掛かった時にね、車が突然、助手席のシートベルトをお締めくださいって言うんだよ。誰も乗ってないのにね。あんたこういう怖い話好きでしょ？僕はゾッとした。僕の中で今までの不可解な現象がつながったように感じた。今思えば、車のセンサーの誤作動であろうことだが、その日の僕には何か異様な恐怖がこみ上げてきて勉強どころではなくなってしまった。僕は恐る恐る母に尋ねた。さっき車から降りるときにさ、ドアの開け閉め2回したよね。なんで？え？一回しかしてないよ。霊感のない僕の唯一の怖い体験でした。
結婚を機に、一人暮らしのワンルームから同じ町内に引っ越しました。二年ぐらい経ったある日、夫と散歩中に、前私が住んでた部屋どうなってるかな?どんな人が住んでるのかな?と、ふと思い立って、15分ほど二人で歩いて行ってみると、路地に面した窓にはカーテンもなく、一瞬、空き室なのか、と思い、帰ることにした。ちなみにそのアパートは3階建てで、私がいたのは1階の部屋でした。帰ろうとしたのですが、夫が窓を覗き込んで、ホームレスかな?住み着いてるみたいだよ。すんごい散らかってる。じいさんが寝てるよ。と、衝撃的な発言をした。私は自分の思い出がたくさんある部屋なので、そんな様子を見たくなくて覗かなかったけれど、いくらなんでも不動産屋に管理されてるだろうし、勝手に入って住めるわけないよ、と言おうとしたら、夫が、なんかおかしいな、とドアを開ける。鍵はかかっていなかった。ねえ、勝手に開けたらダメだよ。帰ろうよ。すいません。大丈夫ですか?部屋で寝ているおじいさんの返事はなかった。その後、すぐに警察へ通報しました。結局、お年寄りの孤独死だったわけですが、亡くなった後、そんなに日は経っていなかったようです。引っ越し後、初めてふと思い立って見に行った以前の部屋で、そんな現場に遭遇したのって偶然なんでしょうか。友達にこの話をしたら、おじいさんが、見つけてくれって呼んだのかもね、と言われました。これは僕の先輩が実際体験した話です。四五年ほど前の話ですが、先輩 A と先輩の友人 K が廃病院で遊んだそうです。その次の日は友人の K が引っ越す日だったので、先輩は彼と遊ぼうと思い、何の気なしに廃病院で遊んだのです。その帰り道、遊んだ記念に何か持って帰ろうということになり、そこにあった注射器を二人で一本ずつ持って帰ったそうです。それから二週間後のこと、先輩の家に一本の電話がかかってきたのです。その内容というのが、〇〇病院のものですけど、貸した注射器を返していただけませんか?というのだそうです。その時先輩は注射器のことを思い出し怖くなりました。その〇〇病院というのは、二人が遊んだ廃病院だったのです。先輩は今すぐ返しに行きますと電話の相手に言ったらしいのですが、その相手はその必要はないと言うのです。なぜかと聞くと低い声で、今
お前の家に向かっている。と言うのです。怖くなった先輩は注射器を持って家を出ようとした瞬間、また電話がかかってきたそうです。その内容は、家から出る必要はない。もう、お前の後ろにいる。先輩は振り返るのが怖くて、注射器を窓から外に投げたそうです。そして窓の外を見ると、血だらけの白衣を着た、顔が半分ない男が、その注射器を持ち、こちらを見て、にやっと笑い、消えたそうです。それ以来先輩は、肺病院の近くは通らないらしいです。語り部というのは得難い才能だと思う。彼らが話し始めるとそれまで見てきた世界が別のものになる。例えば俺なんかが同じように話しても語り部のように人々を怖がらせたり楽しませたりはできないだろう。俺より5歳上のいとこのお姉さんにも語り部の資格があった。いとこは手を変え品を変え様々な話をしてくれた。俺にとってそれは非日常的な娯楽だった。今はもうそれを聞けなくなってしまったけれど、いとこのようにはうまくできないが、これから話すのは彼女から聞いた話で、最も印象に残っているうちの一つ。中学3年の初夏、いとこは力なく抜け殻同然になっていた。普段は俺が催促しなくても心霊スポットや怪しげな場所に連れて行ってくれるのだが、その頃は頼んでも気のない返事をするだけだった。俺が新しく仕入れてきた話もおざなりに聞き流すばかり。顔色は悪く、目の下にはクマができていた。ある日、理由を尋ねた俺に、いとこはこんな話をしてくれた。春頃から、いとこは頻繁にある夢を見るようになった。それは夢というより記憶で、幼い頃のいとこが、その当時よく通っていた公園の砂場で、一人遊ぶ光景を見るのだった。やがて何度も夢を見ているうち、一人ではないことに気づいた。砂場から目線を上げると、そこに女が立っている。淡いピンクの服を着た。黒いロングヘアの女がいとこを見つめ立っていた。女に気づいた次の夜、夢は舞台を変えた。少し大きくなった小学校に入ったばかりの授業参観の光景。後ろにたくさん並んだ親たちの中に自分の母親もいるはずだった。教師に当てられ、正解したいとこは、誇らしさを胸に、後ろを振り返った。だが、そこにいたのは母親ではなく、公園でいとこを見つめていた女だった。次の夢は、また舞台が変わり、小学校高学年の頃の運動会だった。いとこは、クラス対抗リレーに出場していた。スタートラインに立ち、走ってくるクラスメートを待った。もうすぐやってくる。腰を落として身構え、後方を見た。走ってきたのは、公園にいたあの女だった。
両手両足をめちゃくちゃに振りながら、ものすごいスピードで近づいてくる。いとこは恐怖を感じ、慌てて逃げ出した。一瞬、女の顔が見えた。真っ白な肌に、どぎつい赤の口紅を塗りたくり、にたにた笑っていた。翌日の夜、いとこは寝る前から予感を抱いていた。今日も夢であの女に会うのではないか。それはほとんど確信に近かった。そして、その通りになった。夢の中で、いとこは中学生になっていた。記憶にある通り、吹奏楽部の練習に参加していた。顧問の先生のピアノに合わせて、トロンボーンを構えた。深く息を吸い込んだまま、いとこは凍りついた。ピアノの前に座っていたのは、あの女だった。狂ったように鍵盤を叩き、顔だけはいとこを凝視していた。女の顔は、はっきり見て取れた。異様に白い肌、細い目、高い鼻筋、真っ赤な口紅が塗られた唇を大きく広げ、にたにた笑っていた。そこから覗くのは八重歯で、口紅だろうか赤く染まっている。不揃いな黒いロングヘアが、女の動きに合わせ激しく揺れていた。汗だくで目覚め、いとこはあることに気づいた。私は夢の中で成長過程をたどっている。はじめは幼い頃、次は小学生、今は中学生だった。もしかして女は私の記憶を追ってきているのではないか。その仮説は正しかった。眠るごとに夢のいとこは成長し、女は必ずどこかに現れた。ある時は見上げた階段の上から、ある時は電車の向かいの席で、ある時は教室の隣の席から。いとこはここに至って、もう一つの法則に気がついた。女との距離がどんどん縮まっている。今ではもう女の三白眼も、歯と歯の間で糸を引く唾液も、はっきりと見えるようになっていた。いとこはなるべく眠らないように、コーヒーを何杯も飲み、徹夜した。しかし、限界はすぐにやってくる。女は昼に見る一瞬の白昼夢にも現れた。そしてとうとう現実に追いついた。そこまで話すと、いとこはうなだれるようにうつむき黙ってしまった。黒い髪がパサリと顔を覆い隠す。すっかり聞き入っていた俺は、早く続きを知りたくて、いとこをせかした。催促する俺を上目遣いで見て、いとこは、ゆっくりと笑った。だから、現実に追いついたって、言ったでしょ？そう言って、にやりとしたいとこの口元には、八重歯が覗いていた。いとこはいつから八重歯だったのか。目の前にいる彼女はいとこの姉さんなのか。答えを出すことが俺にはできなかった。これは私の子供がまだ小さかった頃の話です。当時9歳の上の子の幼稚園時代の集合写真を見ていた時のこと。たまたまアルバムに入れ忘れたものだったのですが、
それを何気なく、当時3歳だった下の子に見せました。すると、下の子がずっと、ある女の子を指さしているのです。園児は28人で、女の子も14人ぐらいはいるのですが、なぜかその女の子だけずっと指しているのです。たまたま気になったのかなと不思議に思いながらも、その写真は自分の部屋の机の上にポンと置いておきました。ちなみに、上の子と下の子は6歳離れているので、下の子が上の子の幼稚園時代の友達を知ることは不可能です。それから何日か経ち、父と母が家に遊びに来ました。その時、なんとなく先日の写真の話をしました。そして、その写真を下の子の前に持ってきて、女の子をもう一度指さして、とお願いしました。はじめ、下の子は嫌だと拒否をして、なかなか指してくれませんでした。私が何度もお願いすると、しぶしぶ指を指してくれたのですが、やはり先日と同じ女の子の顔を、今度はぐりぐりと指を押し付けて指しました。嫌なのに、無理強いしたからそんな指し方をしたのかなと思った矢先、下の子が慌ててリビングと洗面台につながる扉を閉めに行ったのです。そして、来るよ、と言うのです。え?と思って、何が来るの?と聞くと、女の子、と答えます。妙に嫌な感じがした私は、話を切り替えて、写真をアルバムの中に入れ、もう見ないようにしました。それから数日後、下の子とお風呂に入っている時でした。私が髪を洗い終えて目を開けると、下の子がお風呂の端っこを指さして、いるよ、と言うのです。当然その空間には何もいません。私は怖くて下の子とすぐお風呂から出ました。下の子はその後も2、3回ほどお風呂の端を指すことがありました。そこで、森地を置いたところ、変に空間を指すことはなくなりました。私は幽霊など見えないし、見たこともないので、話が本当かどうかはわかりません。今では下の子も大きくなり、その時の記憶がないようなので、真意を聞くこともできません。何かの偶然かもしれないし、単なる、子供のザレ事だったのかも、私はそう思っています。ただ、下の子が指していた女の子ですが、その子のお母さんと連絡が取れないのが今では気がかりです。私は幼稚園の頃、光の誓いという曲を歌ったことを覚えている。だけれど、大人になった今、光の誓いがどんな歌だったのか覚えていない。今でも大切に取っておいている幼稚園の頃の歌の本にも載ってないし、ネットとかでもいろいろ調べてみたけれど、同じ名前の童謡はなかった。曲名の似ている曲をいくつか調べてみたけれど、どうもどれもメロディーが違う。光の誓いを教えてくれたのは、私のいたチューリップ組のユウ先生だった。チューリップ組では、とても人気のある歌だったが、私には何か怖いと感じる曲で、あまり好きにはなれなかった。どう怖かったのかはうまく言語化できないのだが、
難しい歌詞となんとなく暗い音程のメロディーが嫌だった。あと気になることも一つ体験している。チューリップ組の全員で近所の神社の森に遠足に行った時のことだ。ゆう先生が、さあみんな、神社にこれからちょっとだけ冒険に行きますよ、と急に言い出したのだ。私は藁で作ったお人形を持っていた。それはゆう先生に手伝ってもらいながら作った人形で、チューリップ組のみんなも一体ずつ持っている。ちなみに、この遠足で大人はゆう先生しかいなかったと思う。手元にあるアルバムにも、この遠足のことは書かれていない。神社に着き、ゆう先生は森の奥へとどんどん入っていく。園児たちもだいぶ疲れてきた。そのうち真っ黒な三本の木のある雑木林に出た。ゆう先生が釘と金槌をリュックから取り出し、皆さん、お人形さんを木にくっつけてあげましょうね、と言った。ゆう先生に手伝ってもらいながら、たくさんの藁のお人形が真っ黒い木に打ち付けられてゆく。最後にそこでみんなで光の誓いを歌った。歌いながら泣き出す子や何かに怯えて強く目を閉じている子もいた。この歌声にはお経を逆再生したような不気味な声が混ざっていたような気がしました。森から出ると、もう空は夕焼けだった。神社のそばにあった公園に園児を集めて、はい、自由時間ですよ、と、ゆう先生は言った。ほんの短い間、かくれんぼをしたりして遊んだ後に、幼稚園に戻った。翌日、熱を出したり、手に怪我をしたりして、チューリップ組の園児の何人かが休みました。私もその一人でした。数日後、熱が引いて幼稚園に行ってみると、ゆう先生は幼稚園のどこにもいませんでした。ゆう先生はどこ?と、私は組中の友達にゆう先生のことを聞きましたが、みんな、わかんない。もう幼稚園辞めちゃった。などと言っています。というか、初めからゆう先生などを知らないという子もいました。遠足のことも覚えている子は少数でした。ゆう先生はもう幼稚園を辞めていたのでしょうか。お別れ会があったという話も聞きませんし、アルバムにもゆう先生の顔は映っていないのです。今思うのですが、あれは普通の遠足ではなかったのだろう。幼稚園の他の先生たちにも、ゆう先生はどこ行ったんですか?と聞きましたが、変な顔をされるだけでした。そのうち、なぜか幼稚園ではゆう先生の噂をすることが禁止されてしまいました。でも、当然ですよね。何せ、ゆう先生の名前、イニシアルのゆうは、腕ちぎりというのだから。どう考えても人間の名前じゃありませんよね。
趣味で写真を撮っています。主に風景ばかりで、休みが取れた時は結構各地を回っているんですが、その中で泊まった民宿で体験した話です。その日、九州の方に行っていたんですが、天候が悪く、あまり良い写真も撮れず、夕方には民宿に戻っていました。民宿の方はとてもいい人で、もてなしも良くて大変満足していました。夕食をいただき、部屋でビール片手に裏庭から広がる景色を眺めていました。すると後ろから、障子が開く音がして振り向くと、誰もいなくて障子だけが開いており、お盆に湯飲みが置いてありました。ノックや声かけなどがなかったのが不思議でしたが、民宿の方の気遣いだと思い、湯飲みを手に取るとお茶ではなく、ただお湯が入っているだけでした。不思議に思いましたが、気にせず湯飲みのお湯を飲み干し、お風呂に行きました。外と中の両方にお風呂があり、どうせならと外のヒノキ風呂で風景を見ながらゆったりしていると、またも後ろから、コトッと何かの音がして、振り向くとまた誰もおらず、お盆に湯飲みが置いてあるだけでした。やはり湯飲みの中身はただのお湯でした。民宿のサービスにしてはなんか珍しいなと思っていました。水が自慢とかそんなの聞いたことなんてないし、腑に落ちない点はありましたが、気遣いは気遣い。郷に入っては郷に従えと気にせず、湯飲みのお湯を飲み干し、お風呂を後にしました。次の日が早かった私は、早くに床に着きました。夜中、トイレに目を覚ました私は、寝ぼけ眼をこすりながら障子を開けました。障子を開けて、廊下に出ようとしたとき、足に何かが当たり、当たったものが倒れました。湯飲みでした。しかも一つではなく、並べられたように床に10個以上は無造作に置かれていました。さすがにこれは普通ではないと気味が悪くなり、トイレに行くのをやめて、布団にくるまっていましたが、一晩中何かを置くような音がやむことはありませんでした。朝、明るくなると同時に布団から出て、障子の方を見ると、湯飲みは明らかに数を増していました。朝一で民宿を経営している夫婦に、湯飲みの件を問いただしたところ、夫婦は、こう話してくれました。夫婦には、一人息子がいたらしいのですが、そのお子さんを去年亡くしたらしいのです。少し障害を持っていたらしく、民宿の手伝いをできるような感じではなかったようですが、とても心優しかったお子さんは、手伝いたいと言ってお茶汲みをしていたらしいです。ですが障害のため、お茶っ葉を入れ忘れることも多々あり、時々お客さんからクレームも来ていたようで、それを聞いたお子さんは、親が怒られたと思い、手伝いをやめてしまいました。その後に、ことは
起きたようでした。することがなく、ふらふらして、お子さんは裏庭の先の崖から転落してしまったのです。すぐ病院に運ばれましたが、全身を強く打っており、そのまま息を引き取ったようでした。最後に喋れる状態ではないお子さんが、夫婦にこう言っていたと聞きました。ごめんね、僕、何もできなくて、ごめんね。夫婦は私の体験したことを聞いて、息子が今も家にいて手伝ってくれているのかもしれませんね、と語ってくれました。私はお仏壇に向かい、お茶美味しかったよ、ありがとね、と言って民宿を後にしました。その後は何もなく、私にとっては生涯でただ一度きりであろう、シャレにならないほど怖く悲しい体験でした。